大会にわたって争われる DO グランプリ2021その初戦となります。俺が開幕戦だ。この試合から DO が始まります。何の拍手だ。 AB ブロック各1位が 12.27 後楽園ホール大会で優勝決定戦を争います。今あの秋人選手がいつも入場してリングに横たわるときにちょっと思わずマウン選手フォールに行きそうになってましたからね。ゴングは鳴ってませんでしたけどね、相当高ぶってますね。さあこの試合も引き続き解説は渡瀬瑞希選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあいよいよ始まりました。どうですか渡瀬選手、今年14選手の顔見て謎の手拍子、謎の手拍子、優勝予想みたいなものは誰が一番有利ですか。まあ、僕が戦ったことある中で一番強さを感じるのはどうしても秋山純ですね。やはり同じ純烈としてね、そういった思いもありますし、まあ、この中に、まあ、今回 B ブロックではありますけども秋山純選手が入ったっていうのは、まあ、どうしてもね、三田さん優勝候補という目で見てしまいますよね。そしてどの選手もやはり秋山純を意識する。 B ブロックの選手はもちろん A ブロックの選手もそういうふうに思われていると思うし、お客さんの目もそうだと思うので、いかにそれをまた覆していくかっていうのを他の選手にも問われてくると思うんですね。この公式戦が戦っていく、続いていく中で、いやって思わせるようなね、存在が必ず出てくると思いますので、さあ真央にとってもこれはね、非常に大事な、いいタイミングでの DO となってると思うんですよ。そうですね、大田区で非常に鮮やかな復帰をし、あとその後のいわゆるこのひらがなマッスルで普段なかなか見せない決めの強さみたいなものを見せたじゃないですか、はい、あれがなんか新しい真央選手の引き出しだなというふうに思っているんですよね。あのエセコッポーがですね、この DO グランプリでも炸裂するのかどうか。そうですね、あの道場で真央選手の実のは決めの強さみたいな選手間の間でも噂だったっていうのは渡瀬選手本当なんですか。そうですね、練習生の時からそういうスパーリングとかしてたのはやっぱ強かったですね。まあ、対する明人選手の方はもうアマレスがベースがっちりとありますんで、まあ、その部分で勝負してくるのか。真央選手は、まあ、見たところ大丈夫ですけれど、そもそも膝の負傷で長いこと休んでいたので、はい、足関節を得意としてラキト選手が初戦というのはちょっと本当は怖いんですよね。でもまさかそれを餌にして、なるほど、膝殺しをさせません。まあ、当然膝殺しはラキトが狙ってくるところではありますが、それをあえて差し出して自分が有利に試合を進めていきます。これ渡瀬選手でもだいぶ勇気のいることですよね。そうです ね、ただ明人さんはこういうリーグ戦向いてるんじゃないかなってことを思うんですよね。やっぱ試合運びというか、自分が負けそうなところまで、僕も勝ちそうなところまで行くんですけど、実は明人さんが転がしてたっていうのがやっぱ多いんで、それは戦ってて実感するものなんですか。そうですね、なんか全て計算なんじゃないかっていうところはありますね。確かにそういった計算での戦い方というものは秋人選手非常に長けているというイメージがありますが、逆に真央選手はなんかその計算というものを一切しなさそうなイメージがありますけどね。そうですね、その計算を狂わせることができたら勝利につながりそうですけど、ね。はい、まあ、緻密な理論派か、それともフリースタイルか、そのぶつかり合いになるこの A ブロックの公式戦となっています。いやー、さあ掴んでいきました。いやー、餌にはしていましたが、実際この膝を狙われてしまうと話は変わってきますが、マオ、おお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 お、これはまずいことになったぞ。痛い痛い痛い、足首決めてる。マオが、マオがこれ足首を決めてますよ。なるほど、これは驚きました。一瞬分かりませんでしたよ。分かんなかったですね。ロメロをひっくり返して、むしろ自分がそのアキト選手の足を決めていったと。はい、これ渡瀬選手、これだから膝を折りたたむことによって
これアキト選手の足首がロックされてますね、はい、ロックされてますよね。これはアキト選手の戦い方というものをがっちり研究してまいりました。ちょっと末恐ろしいですね、今回の真央選手は。こうなってくるとアキトとしては今まで通りの膝殺しというものが、まあ、ちょっとね躊躇してしまいますよね。お、今出ましたよ、小手ですよ、ね、膝を叩き込みます。さらにゆっくりとトップコーナーだが、ダメージが足りなかったか。ここでアキトが逆襲に出ます。キストさん、キストさん、なんだなんだなんだ、あーあー、キストガードにしましたよ。キストさん、キスト陣を取りました。いや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 、これではアキトが攻撃できません。ならばバックに回る。まずいまずい、してください。えぇ、あざす、あげる、危ない、どいてー、いいや、魔王殺し、ここで飛び出した。あー、これは危ないですよ、膝。おお、それを着地、徹底的にアキトの膝殺しをディフェンスしていきます。魔王です。だがもちろんアキトも諦めません。一回膝に大きなダメージを与えることができれば流れは変わってきますが、それを許さない魔王。ギャッとパロスペシャルですね。パロですね、はい、そうですね、パロスペシャル。偏見パロスペシャルからコブラツイスト。いや、渡瀬選手、これ相当魔王は考えてきましたね。考えてきたのか、ひらめいてるのか。考えてきてたとしたら、その計算をまたアキトさんが計算している可能性はあります。今リアルタイムで、おーおーおお、抑え込んだ。膝殺しに来るアキトをその動きのままカウンターで抑え込んで、あっと、ドラゴンスクリューも勢いを捨てることで許しません。このままではアキトが何もできない。あ、これは、さあオリジナル道のくドライバーを狙いますが、相手がフィニッシュを狙ってきた時にアキトにチャンスがあるか。ヨーロピアンクラッチを切り返した。もちろんもうダイヤル固め。どっちだ、どっちが攻めているんだ。今度は魔王を抑え込んだ。さらにひっくり返して今度はアキトが抑え込む。引かれた、そのままエビ固め。